ジャスティン・ローズはイギリスのプロゴルファー。南アフリカヨハネスブルグ生まれ。世界ランキング自己最高位は1位。ローズのゴルフの経歴は同年代のライバル選手たちほど順風満帆でない時期もあったが、その中でローズは着実な成長を続けてきた選手でもあった。ローズは生後11ヶ月からゴルフを始め、5歳の時に南アフリカからイギリスの首都ロンドンへ引っ越した。 ローズはまだアマチュア選手だったとき、1998年のジオープンでいきなり4位入賞を果たし、ここで一躍世界の注目を集めた。イーブンパーで並んだマーク・オメイラとブライアン・ワッツが、プレーオフを戦い、1打差の単独3位にタイガー・ウッズがつけ、ローズは2オーバーバーで4位に入った。大会終了の翌日、ローズは18歳を迎える直前にプロ転向を宣言したが、 その後のローズのキャリアは決して順調ではなかった。1998年7月23日から26日の TNT オランダオープンのプロデビュー戦から1999年5月のドイツ銀行 SAP オープンまでローズは17大会連続で予選落ちしようやく1999年6月のコンパックヨーロピアンオープンでプロ初の予選通過を果たす。 ようやく2001年度のヨーロッパツアーで賞金ランキング33位に入り、2002年1月17日から20日のダンヒル選手権でプロ初優勝を達成した。この年に来日し、国際招待ゴルフ、中日クラウンズで優勝する。5月30日から6月2日のブリティッシュマスターズで欧州ツアー年間2勝を挙げ、世界ゴルフ選手権、 第2戦の NEC 招待選手権でも5位に入り、欧州ツアーの賞金ランキング9位をマークするなど、2002年は、ローズのゴルフ経歴でも好成績の多い年であった。その一方で、ローズにゴルフを教えた父親を2002年9月に、亡くしている。2003年は、ヨーロッパツアーとアメリカ PGA ツアーを掛け持ち、転戦し、全米オープンで5位に入賞する。2004年から、 ローズは主戦場をアメリカツアーに移した。ここから再度の低迷期が訪れたが2006年9月にテキサスオープンで自己最高の2位に入る。2007年に入るとローズの世界ランキングは再び50位以内に戻り2月のアクセンチュアマッチプレー選手権で初めてのベスト8に進出した。初めての準々決勝ではローズは トレバー・イメルマンに 5&4 で完敗している。4月のマスターズトーナメントは、ローズにとって3年ぶり3度目の出場であった。この大会でローズは4オーバーバーで、初めての5位入賞を果たす。8月のブリジストン招待選手権で2位に入ると、当年度の年間賞金ランキング30位以内しか、出場資格を得られないツアー年間最終戦、PGA ツアー選手権にも、 出場資格を得た。この年、ローズはヨーロッパツアーの賞金王に輝いた。2008年の PGA ツアー成績は6月のメモリアルトーナメントで2位に入賞。同年のライダーカップでローズは初めてヨーロッパ代表選手に選ばれた。2010年、PGA ツアー6月のメモリアルトーナメントで念願のツアー初優勝を飾った。2013年、 全米オープンでメジャー初優勝を飾った。2016年には112年ぶりに復活したリオデジャネイロオリンピックで初日に同競技史上初となるホールインワンを達成するとともに金メダルを獲得した。2017から18シーズンでは PGA ツアーの HSBC チャンピオンズフォートワース招待で優勝するなどプレーオフでも上位に食い込みツアー選手権の結果で フェデックスカップ総合優勝を果たした。オーストラリアのプロゴルファーのアダム・スコットと、進行部会。1南アツアー共催2号、PGA ツアー共催3、アジアンツアー共催1、欧州ツアー共催1、欧州ツアー共催ア,アマチュアプロ。ありがとうございます。